雨模様のサンシーロでは試合開始を待つサポーターの声が高まってきました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りするセリアの一戦、これは大変な試合になりそうですね。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。2010年代のインテルはやや苦しみ、経営陣の交代も話題になりました。チームにいい変化が起きることを期待しましょう。こちらがインテルの先発メンバーです。今日は一般的な 3-5-2 です。センターバックの攻撃参加が重要なシステムです。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。さあキックオフ、インテルがボールを動かします。エリクセンがボールをキープできません。ロメル・メナマ・ルキャク、ブロゾビッチに渡った。ステファン・デフライ、ペリシッチ、これはナイスインターセプト。キーパーがキャッチします。現在リーグトップの守備を誇るチームとリーグトップの得点数を誇るチームとの対戦です。これは見応えのある攻防が期待できますね。ファールを取りません。流しましたか。走り込んだ味方に合わせました。ボールをはっきりクリアしたい。マルセロ・ブロゾビッチ、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ボールがこぼれた。インテルパスをつなげない。マルセロ・ブロゾビッチ、インテルのうまいパス回し、チャンスを伺います。前に出しましたが気を抜けません。さあどうする。オフサイドラインを越えてしまっていました。ここで攻守が入れ替わります。ラウタロ・マルティネス、このシュートはブロックされました。タックルが決まりました。ボールはタッチラインを割ってスローインです。ルカクへ、ボールはブロゾビッチへ。ルカク、ルカクのクロス、ゴールゴール。先制したのはインテル。ライバルに一歩先んじ、サポーターから大きな歓声が上がります。
これはフリーキックになりましたね。福西さん、次にもう一度やるとカードが出そうですね。ええ、他のレフェリーならカードが出たかもしれません。ここは注意に留めましたね。このかファールで止めました。カードは避けられるでしょうか。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。シェスニーのセーブ、まだインプレーです。このボレーは惜しくも入りません。ダイレクトで見事に蹴りましたが、運がなかったですね。これはトラップミスですね。ボールを収められません。さあインテル、ここから危険な形を作れますか。ドルベリー、綺麗なタックルです。これはスルーパスが強いか。ナイスタックル。ファールをせずよく止めました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。さて、他会場で行われている試合の情報が入ってきました。スコアに動きがありました。はい、1点目のゴールがウディネーゼに生まれています。現在スコアは1対0、時間は32分を過ぎたところです。わかりました、報告ありがとうございます。ディバラ、ディフェンダーがうまく読んでいました。ルカク、ドルベリー、ペリシッチ、ラウタロに渡った。ボールは相手に渡りました。ゴールの予感のある形になってきました。インテル、さてスタジオから情報が入ってきました。他会場でスコアが動いたようです。はい、ゴール、同点となります。アクラフ・ハキミ、インテルのコーナーです。ここでリードできるでしょうか。さあボールを蹴った。素晴らしい反応でキーパーがボールを弾き出します。ここは抜いてくるのか。ブロックした選手はシュートコースを読んでいたんでしょうか。スコアは1対1。ここでハーフタイム。残るは45分、後半戦キックオフです。アルトゥー、慎重に攻撃を組み立てています。積極的に飛び出しました。ボールを確保。どうやら他会場で行われている試合でスコアに動きがありました。スタジオとつながっています。はい、最初のゴールがいいところに出た。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。プレーを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。華麗な個人技、ディフェンスはたまりませんね。いや、ここでボールを失いました。ディフェンダーのインターセプト。福西さん、レスターシティは
ついにお目当ての選手を獲得しましたね。入れば同点ですが、ゴール、同点のゴールが決まった。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。マルセロ・ブロゾビッチ、ラウタロに渡った。ドリブルで崩します。ゴール、インテル決めました。映像が来ました。このワンツーで崩してチャンスを作り出します。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。できればリードを許したくなかったでしょう。監督も苦い表情です。ボールを運びゴールに襲いかかります。追いつけるか。同点のチャンスでしたが惜しくも入りません。狙いは良かったと思います。追いつくためにはこういうプレーを続けるべきですね。盛り上がりを見せるセリエ A ですが、ここでホームチームの次節の対戦相手をご覧ください。ディバラへ、入った、同点弾です。痛い失点かと思いましたが、息をつく暇もなく取り返しました。失点のすぐ後でしたが、あっという間に取り返しました。狙っていたんでしょうね。うまく相手の気の緩みをついた気がします。これでゲームは振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。いいカットです。ピンチを防ぎました。この選手が視点となってパスを回しています。これはキーパーが抑えています。ちょっと力がありません。これではキーパーに勝てないでしょう。おっと、裏へ出した。ルカクにスルーパス。強烈なシュートでしたが枠を捉えきれません。近距離なので威力のあるシュートより精度のあるシュートの方が良かったんじゃないでしょうか。Entra in campo con il numero 44 Dejan Kulusevski. Attacking third に入ってきた。これは絶好のチャンス。最後は1対1でしたが決められません。ゴールに意識が行き過ぎていたんでしょうか。相手の反応を見てから対応するぐらいの余裕が欲しいですよね。ボールを奪われました。両者一歩も譲らない攻防が続いていますね。お互いにかなりのチャンスを生み出し、それを得点に結びつけてきました。取られたら取り返すという展開は見ていても興奮しますね。素晴らしい読みでインターセプトしました。盛り上がりを見せるセリエ A ですが、ここでアウェーチームの次節の対戦相手をご覧ください。さて、他会場の試合でスコアに動きがあったようです。はい、3ゴール目がアタランタに生まれています。現在スコアは3対0、時間は77分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上、他会場の動きをお知らせしました。土壇場で勝ち越しのチャンスが巡ってきました。ディバラ、このシュート。
ットは惜しくも入りません。コントロールされた素晴らしいシュートでしたが、あと一歩でしたね。ステファン・デフライ、ボールはイニャキ・ウィリアムズ。これは相手にパスしてしまいました。残り時間はわずかですが、まだまだ勝負の行方は分かりません。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。素晴らしい視野です。難しいシュートでしたが枠を外れます。エリクセン、ラウタロに渡った。インテルがボールを失いました。インテルパスをつなげない。ドリブルで崩します。かろうじて防ぎましたが、シュートだ。来た、アウェーチームの勝ち越しゴール。試合終盤にスコアが動き、ライバル同士の一戦はさらに熱く盛り上がります。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。監督の表情も険しいですね。このゴールでリードされました。試合再開。グランデインテルの青と黒の誇りにかけて何としても追いつきたい。ボールはラウタロへ。通りません。ベルナルデスキ、ドルベリー、見事な弧を描きましたね。完璧です。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。試合終了です。このダービーマッチはアウェーチームが制しました。いや、非常に白熱したゲームになりましたね。見事にライバルチームを下しました。今日は勝利に値する素晴らしいサッカーを見せてくれたと思います。盛り上げてくれたライバルにもエールを送りましょう。